それでは引き続きまして、昼間に行われました学校のコンテストの表彰式を行ってまいります。本日昼間に行われました学校のコンテストの結果発表、そして表彰式を始めてまいります。結果発表に先立ちまして、審査方法の説明と経過報告も、審査委員長の吉原氏、三谷氏、主任で相談役でした方ができます。